あ、どうも、はじめまして。はじめまして、巨人さん。テンション高いですね。聞こえます。高橋さん。はい。はい。いやー、憧れの巨人さんと話せるなんて、本当にね。いやー、本当に、ね、今死んでもいいっすよ。あ、そうですか。あの、上司さん、僕のことは、どこでどうし、いつ頃知っていただいたんですか？あ、4年前からですね、巨人さんのラジオずっと聞いてまして、あ、それで私一回行ったんですよ。一回行って、あの、巨人さんのステータス、モノマネでやっていいですかって聞いたんですよ。そしたら巨人さんがいいですよ、みたいな感じでなって。なんか溺れな記憶はあるんですよ。溺れげな、なんですけど。はい。はい、はい。それからもうなんか一生懸命ですね、あの、YouTube 始めました。あ、そっから YouTube 始めたんですね。ああ、そうなんです。あ、でも、あの、魚師さんって呼んだらいいですか？あ、魚師です。あの、一応、魚神さんの、魚から取ったんですよ。魚神の魚って。はい、そうなんだ。あの、それくらい好きなんですよ。あ、ありがとうございます。もう大好きですよ。もう大好き。あ、ありがとうございます。あの、魚師さんは、あの、娘さんとこでラジオ僕ちょっと聞かせてもらったんですよ。だから、その、はい、はい。どこだったの？あ、ありがとうございます。娘さんなんですかね？あ、めいっ子ですね。あ、めいっ子さんなんだ。はい、めいっ子ですね。なるほど、なるほど。え、魚師さんは、じゃあ、これ YouTube 動画にしちゃいますね。このまま、あの、対談しました。ありがとうございます、本当にね。はい。感謝します。はい。あの、じゃあ、ちょっと自己紹介、魚師さん、していただいていいですか？あ、自己紹介ですか？はい。ですね、宮城県でですね、YouTuber をやらさせてもらってる、魚師と申します。釣りもいチャンネルっていうね、10人くらいのね、はい、グループでやっておりまして、はい。はい、一応ですね、メンバーは全部すご腕のですね、釣り師なんですけど、魚師だけがなんとですね、はい、全然釣れません。そうなんですか。全く釣れません。はい。はい。大体使っているのが、あの、青い染めですか？青い染めで、うん、はい、青、あの思い使っているのが青い染めです。あ、青い染めでやるんですね。海釣りで、宮城県の海で。そうですね、はい。うん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 。YouTube はどうですか？4年ほどやってみて感想は。いやー、本当にね、巨神さんのね、苦労がわかりますよ。もうね、巨神さんの動画見てね、本当にもう努力してるなっていう感じしかないですね、僕、はい。あ、いや、でもね、上司さん、本当に一生懸命やってますよね、結構。いや、はい、僕は嘘つきだし、いい加減だし、釣り合いが弱いから、ファンがもう今激減中で、僕のモノマネをすると、伸びなくなるっていう。なんで、あの、はい、僕と反対のことをやれば伸びるっていうデータが出てるんで、あの、そんな気がします。はい。いやいや、あのね、違う、楽しければいいですよ。楽しければ。そう、僕も楽しければいいなと思ってね。もう伸びる、伸びない、ほっといて、この魚神チャンネルはもう好きにやろうかなって思ってて。その通りですよ。ただ、魚神さんと私のあの意見っていうのは合うんですよ、なんかね。あ、世代が近いんですかね、魚師さんは。そうですね、世代近いですね。ちょっと上ですね。あ、上さん先輩ですか、少しね。はい、先輩ですね。先輩だけど、あの、全然魚神さんの方がもう先輩ですから、本当に。大先輩。いやいやいや。いやー。はい、どうぞどうぞ、いいぞ、言いたいこと。なんかじゃあ、歌います、はい、じゃあ、モノマネ歌いますじゃあ。モノマネやってください。はい、じゃあ、大鳥圭介。大鳥圭介でございます。ポテキー。これでよろしいですか？これ、大鳥圭介ってわかります？多分おっさんしかわかんないんじゃないですか。若い人にはわかんないかもしれない。こういうことでやってます。あ、いや、失礼です。魚師さんは普段は何やられてるんですか？会社経営。普段ですね、自営業やってます。ね、ああ、自営業。はい。で、仕事の合間に、まあ、釣りやって、YouTube やって。そうなんですね。でも、楽しいですよね、YouTube で。こう、知り合いが増えたりして。そうですね。ええ、特に魚神さんと知り合えたのはね、もう最高ですね。あの人生変わりましたね。いろいろやっぱり、ね、
いや、本当に学んだんですよ。あの、魚人さんの YouTube のこのあり方っつが、こう、はい、あの、冗談で言ってるようで、あの、すごい、こう、ついてるとなーってことがあって、すごい勉強になりましたよ、本当に。あ、ありがとうございます。はい。あれですか、宮城の海は、あの、上地さんのところは、その、東北の震災の時で結構、その被害が遭われた地域なんですか？そうですね。あの、閖上っていうところはね、かなり被害があったんですよね。うんうんうん、はい。ああ。そこで今、ちょっと、私の、ホームとして今やってるんですけど、ええ。で、やっぱりちょっと盛り上げようかなっていうことでね、今、あの、主にですね、閖上のその、漁港ですね、うんうんうん、やっております。ええ、釣りを。あの、最近、枝ちゃんさんとお会いしたんですか？昨日、あ、今日っすか？さっき、枝ちゃんさんの、言いました。ツイキャスに。いや、昨日、枝ちゃんさんのツイキャスにいたら、釣り森さんと偶然出会ったって言ってたから。あ、それはね、トラちゃんですね。トラちゃんです。あ、魚師さんは会ってない。はい、私は会ってません。うん、うん、うん。なるほど。あれですね、ウエさんは結構テンションの高い感じで。あ、そう、うるさいですね、本当にね。テンション高いですよ、いつも。あのね、いいプラス思考なんですね。あ、プラス思考で結構、まあ、はい、前向きな。前向きですね。うん、後ろは向かないです。ウエさん、コロナ打ちました、注射は。ま、あとね、10月の後半打ちます。やっと。やっと。その周りでそのやっぱ仕事とかコロナの影響でなんかありますか、不具合とか。不具合っていうかね、やっぱりね、あの現場がなくなるっていうのはありますね、やっぱりね。ああ、コロナで。そうなんだ、コロナの。はい、仕事がなくなっちゃうっていうのはありますね。あ、じゃあ結構影響を受けてますね、コロナにね。受けてますよね、本当にね。だからちょっと YouTube バーでちょっと食っていかなきゃダメなんだけどね。今はですね、YouTube の月収ですね。2000円です。ああ、そうですか。2000円です、今。だから多分、あの、はい、あの、YouTube で食っていくならば、そのなんだろうな、はい、伸びてるチャンネルの伸びてる動画を研究して、まあ、研究されてると思うんですけど、もちろんね。いや、されてないです。巨人さんのあれしか見てないから。あ、いや、僕の見ると伸びなくなるから、僕って本当に適当にやってて、あの、だから、伸びてるチャン、もし稼がれるんだったら、伸びてるチャンネルの伸びてる動画をまずピックアップ50本ぐらいしてもらって、で、あ、これが伸びとるんかっつって、で、それの模倣から入ると結構伸びやすい気がします。で、僕は見たくてから。でもね、うん、やっぱ巨神さんの模倣じゃないとダメなんですよね。うん。あ、巨神さんもだって そんな感じですよね。毎月100万とか。いや、僕はもう、高橋魚神チャンネルは、月収2万円から10万円の間をうろうろしてて、だいたい2万円ぐらいですかね、収入が。ああ、そうですか。で、カブラってもう一個チャンネルやってて、はいはいはい、それが月収50万から80万をうろうろしてるみたいな感じ。そんな感じです。すごい。いやでも、稼いでる YouTuber はもう桁が違うから、本当にね。こんなちっちゃいチャンネル。いい。あの、電話対談コラボがこれで完成しましたかね。あ、そうですか。ありがとうございます。本当に。巨神さんが、あの、50センチ釣ったとき、ショックだったんですよね。なんでですか？いや、いつも45だかなんだか釣ったのに、もう50釣ったから、うわー、抜かされたみたいな。やっぱ、宮城は、サイズ出ないんですかね、やっぱ。琵琶湖行ったら50釣れるんで、この間も釣れたんで、50。マジか。結構イージーじゃん。そうです。つい最近も釣れたんで、イージーなんですよ。いや、琵琶湖行き、いや、ほんと行きたいですよね。ほんとバス釣りのね、聖地。いやー、行きてえなー。あの、ね、ボートに乗って、そうです。ボートに乗って1日やりきったら、まあ、3割、2割、2割かな。2割の確率で50釣れますよ。8割が釣れないですけど。そうです。だから僕もこの間、1ヶ月前、あの、ボート持ったら50釣れましたからね。あ、48ぐらいだったかな、あれ。うん。ぴったりですね、もう、小学生の頃から。ぴったりですね。めちゃめちゃ可愛いですよ、して。
でもサングラス外せないですよね。でもね、ウルさんが外せよ言って可愛いんだからって言って、でもそうなんですよね。恥ずかしいのかな。いや本当メガネ外すとね、マジ可愛いですよ。いやだからやっぱ足組んだりね。そうです。こう、そうです。ケツ突き出したりすればすぐ伸びますから、ね。そうです。ただまあさすがに中学生にそれやるとちょっとあれですけど、まあ短パンぐらいだったら嫌味がないじゃないですか。あ、一応ね、ふめちゃんのね短パンとかありますよ。あ、マジですか。見て、見てください。あのふめの短パンがっていうそういう題名でありますから。いやもうふめちゃんを主役にするのが多分一番いいんじゃないかな。可愛らしいですもんね、色真っ白で。いやー本当にね。一応オカマですから、はい。あ、マジですか。あ、はい。あれ、はい、あ、行きました。はじめまして。はい。あら、やだ、どうしたの、何してるの、こんな時間に。ちょっと、もう、やーねー。はじめまして。ちょっと、何、ちょっと、なんか、滑った感じになってるじゃないの、魚神さん、ちょっと。あの、ポンちゃんさん、ずっとこういう感じなんですね。何してるの、こんな夜。寝る時間でしょ、もう。私、仕事なのよ、明日。巨人さん、どうですか。巨人さん。いや、ちょっとびっくりしましたけど。いや、明るいか、ポンちゃんなんですね。あの、何ポンちゃんさん、本当に。聞いてる、ね、ちょっと、巨人さん、聞いてる、ね、いや、大丈夫。大丈夫ですよ。何、私がこんな感じだと思わなかったの。すみません、ちょっとあんまり見たことなくて、あの、すみません、あんまりポンちゃんさんのことも詳しくなくて、今初めて知ったんですよね。あの、お姉なんですか、本当に。いや、私、お姉よ。あの、マックさんから受け継いでるのよ。あ、そうなんですね。見て、マツコさんそっくりでしょ。マツコ。あの、ポンメグさんは、あの、ピンで YouTube やられてるんですか、もしくはそのメンバーとしてだけ出てるってこと。私は釣りもにチャンネルのオカマ担当でやってるんです。あ、そうなんですね。ちょっと待って、この感じ私いつまで行けばいいわけ。え、ずっとこんな感じなの。いやいや私。あ、ずポンちゃんずっとこういう感じなんですか。なんか動画の時、なんか男っぽくなかった。うん、私この感じ結構辛いわよ。ああそうなんだ。ポンちゃんすげえわ、おい巨神さんの前ですげえわ、おい。はい、ということでこんにちは。はい、男になりました。ポンメグです。あ、ポンメグさんどうも、本当はじめまして。なんかすいませんね、本当に。はい、おもせいや、あのリアルな動画でもこんな感じで喋ったことないんですよ、うんうん、俺。あの、あ、嘘なんですか、ポンメグさん、お姉っていうのは。ガチ？いや、キャラです、キャラ。いや、半分キャラ、半分本当みたいな。で、女が好きなんですよ、女。女好きですよね。いや、そうっすね。あ、わかりました、わかりました。理解しました、はい。あの、これ書いてあるけど、平成31年4月24日に魚氏に会えたって書いてますけど、じゃあ、今年の4月に初めて出会ったって感じですか。いや、平成、うん、31年ね。平成31年。うん。あ、今違う。2年前今何年だ。あ、2年前だって、ごめんなさい。あ、そうかそうか。今平成じゃねえんだ。あ、2年前に魚氏さんと出会って、仲間になったっていうか。そうっすね。ちょっと待ってくださいね。今32名の、今これ視聴者さんいるんですよね。あ、ほんとだ。ちょっと待って、誰一人として反応してくれてない。なんでトラちゃんしか反応してくれてないの、ちょっと。大丈夫、完全に滑ったでしょ、これ。いや、あのね、いつもなんですよ。いつも30名に5人しかコメント書かないんで。3人か5人ですよ。あとロムってんすよ。おかしくないですか。いやら、ちょっと、あれね。
滑ったわね。え、ちょっと滑ってるんじゃないの私これ。間違い？ポンちゃんさん盛り上がりましたよ。明るく。初見さんでこんなノリの方いないでしょ。いやいや。ね、頑張ったのに反応がないって。もうちょっと掴み OK だけど、もうちょっと。つかみバッチリでしょ。あ、もう名前みんなにしてもらえたね。釣り盛りのポンちゃんですと。うん。だから、また増えたよ、33人だったよ、って。あら、ナポ少佐。はい。ありがとうございます。ホームズさんタイプです。タイプです。できればこうマツコデラックスさんみたいにこう化粧もしたりして出てきてほしい。ああ、いいっすね。うん。うん。ちょっと面倒いけど、それやりきったら。もういらっしゃるのかしら？うん。後ろでゴソゴソ言ってるわね。ウォシさんかしら？あ、ポンちゃんさん、もうちょっとお願いします、ね。もうちょっと、お帰りなさい。もうちょっとお願いします。ちょうだい。ポンちゃんのね、この喋り方。はい、皆さんお帰り。ですね、ポンちゃんのですね、モノマネ大会に、移りたいと思います。はい、まずは、2ビートたけし。ちょっとあなた、ウォシさん、何、2ビートたけしって。何ビート？なんでビート刻むのやなった。で、はい。またちょっと、じゃあ、竹ちゃんやってください。そんなの、できるわけないじゃないの。やれじゃないのやれじゃないのバカ野郎、この野郎、お前。バカ野郎。何あとなんだっけ？たけしさん出てきちゃったじゃないのよ。もうちょっと自分でちょっと自分でやってよ。ずーっとモノマネ。レパートリー。あなた、振りがないとモノマネって難しいのよ。ちょっと自分で言ってみて、あれなんだっけ、あの。ところジョージ。あなた、私、ところジョージやったことないわよ。たけし軍団だから何よ、楽しいよ。あと、笑ってこない。できないわよ、私。そんな。なんだっけ、最近やってんの？気に振られても。え、こんにちは、井上陽水です。あ、井上陽水だ。一曲歌わせていただきます。熱が好き、風あざみ。バカ野郎、この野郎。バス釣り。畑さん俺好きっすよ。超リスペクトっすよ。あ、マジですか？あの、一番、畑さん以外だと誰が好きです？バス釣り。畑さん以外だと、金森ですかね。あ、金森さんね。で、YouTuber、基本使ってる。ん？うん。あの、バス釣り YouTuber 的な存在はちょっと、あんま好きじゃない。スペモンの猿くん。あ、見てる。スペモンの猿くんか、あと、ショゴタンかな。うん、あ、ショゴタンさんね。なるほど、なるほど。ショゴタンさん、有名な人ですよね。うん。ポイちゃん、スペモンさんとね、あの、ね、あの、うん、巨人さんね、コラボしたことあるんだよ。あ、一回ね。うん。ええ。へぇー。スペモンさんと。うん。うん。マジ？ね。うん。うんうんうん。あ、今月も。今月の、あの、全部デザイン出るんですよ。はい、今月の男女比率、はい、99% 男。女性が 0.8%。いかに女性に人気がないってことだね、これ。なんていうんですかね、あくまで、その、さっきも言ってたんですけど、下ネタ一切ないんですよ。あ、下ネタがあるから女に人気じゃないのかな。なのか、その、なんですかね、チャンネルの内容自体も、まあ、メンバーに女性が多いっていうのもあって、うん、あ、そういうことなんだ。うん、多分女性が絡んでる動画が多かったり、その男性目線で
女性を持ち上げるような動画が少ないんじゃないですかね、釣り物には。女性を持ち上げる動画少ない。あの、釣り物の時って、うん、その釣りガールが来ましたっていうより、あの、その場で釣れた一般の人にカメラを持って駆け寄っていくスタイルが多いんで。うん。ああ、なるほどね。特別、誰かに特化した動画っていうよりは、その、うん、その場で釣れた魚だとか、その場で出会った人たちとのつながりをメインにする動画っていう感じなんですよ。あ、そういう感じなんですね。だから、はい、現場で知り合ったらどうも撮影していいですかって許可取って、はい、OK もらっても友達になっちゃうみたいな。そうなんですよ。うん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 。多分なんかそれをパッと見たときに、そういう動画が多いんで、うん、その後に見に来る人が多いのかなっていうイメージはありますね。まあ女性人気が3割って結構多いと思うけどな。そうですね。で、やっぱ釣りにガチな感じじゃないんで。あともしかしたら海釣りが、はい、バラエティだ。あ、そうか、バラエティっぽい動画内容と、あと、やっぱ海釣りっていうのもまた女性が来るのかな、わかんないけど。ああ。確かに、釣り行くとしたら、海行く人多いですからね。うん、ねえ、バス釣りは一部で。うん。いや、でもこちらにもいますよ。あの、雷魚釣ったりする女性。うん、パワフルな人。ああ、YouTuber でいるんですか？あの、その釣り森メンバーの中に、うん、その、雷魚釣ったりとか、青物釣ったりとかって、それパワフルな方がいらっしゃるんですよ。ええええ。その方とよく一緒に釣りしてる女性の方も、その雷魚、うん、あの、本当にガチガチの雷魚をタックルとか使って。あ、もう本当の雷魚マンみたいな。本当に、そういう釣りを したりとかする方もいますね。うん。だからこう、なんていうんですかね、なんか、うん、男っぽい釣りみたいなやつをやる人もいてもね、うん、結局、やっぱこう、かっこよく撮りたいじゃないですか、釣り釣りって。うん、でも、どこか抜けたような動画になるっていうか。うん、やっぱバラエティ要素がそこに出ちゃうから、それでもやっぱり女性の人は、そういうの見やすいって思っちゃうんですかね。女性のライギョマンって珍しいですよね、ガチンコで。珍しいです。ねえ、バスでも少ないけど。パワフルです、本当に。ねえ。だってあの、ミッピちゃんみたいな華奢な体なんですよ、本当に。パッと見れば。ああ、そうなんだ。ミッピちゃんだ、あの、釣りの有名な。はい。そうです、そうです。うん。ダイバーの。うん、でも、実際釣りやらせるとすんごいパワフルなの。ことばっかりだったりとか。うん、あれですか、ドラウグさんの好きなあの女性釣りガールは誰でしょうか。誰だろうな。特にないですか。いやでもミピちゃんのやつはよく見ます。あ、ミピちゃんよく見る。で結構まあもうお気に入り釣りガール、好みがある感じ。なんでしょう、なんか一生懸命さがすごいいいなって。まあ、気持ちが多分強いんでしょうね。あの、釣ってやるっていう。マグニーズ。そうですよね。うん。ワッサムチャンネルさんとか見ないですか？見てないんですよ。ああ、見てないですか？はい、最近いろんな。なんか、なんていうんですか、魚に対するこう信号が減るから釣れるみたいな。あの海釣りだとインクスの角さん、角たくみさんがよくやってるのが、はい、メタルジグ、ちっちゃいメタルジグをぶん投げて放置で釣るっていう。で、どういうこと？メタルジグを沈ませといて。沈まして放置するんですよ。うん、それで釣れるんですか？1分間触らないで。で、釣るんですよ。で、止まってるメタルジグに食いついてくるってこと？そうなんですよ。海流で動いてるっていう。それを。あ、そういうことか。はい、それを人が餌だって認識してないから、うん。なんかこう、変に動かしちゃったり、
するから、うん、魚もそれを違和感で感じるっていう。なるほどね。だから、そう、うん、確かに。まあ、逆にその、あれですね、山線香とか脳進化で投げると、大体皆さん放置したりするじゃないですか。うん、そうですね。あれももうこれは餌でしょって思いながら投げたりすると釣れたりするんでしょうね。確かにフリーフォールでふわふわで釣れますよね。うん。だからこう、なんかナチュラルに見せるっていう説明はあっても、なんかそれ以外の要因が結構いっぱいあるのかなって。ちょっと釣りマニア対談も面白いですね、これね。そうですね。もう一人なんか反発する人がもう一人いたら盛り上がるんですけどね。それは違うとか。そうそう、それぶつかり合って初めて見つかることってありますからね。そうそうそう。あと結構向きになるんですよね、釣り談義って。そう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 。何なんだろう、あれ。喧嘩じゃないけど。ある意味、それをやってきて実績があるからっていうのもあるんじゃないですかね。間違いなくいると思う。うん。餌釣りでもありますからね。何がですか？